はい、ということで、太郎ラーメンに、どこだ、ここか。太郎ラーメン。はい、太郎ラーメン来ました。神戸太郎と書いてありますけど、姫路でも親しまれてます。朝醤油ラーメン、有様ラーメン、馬国、温玉餃、トマトラーメンとか餃子とかね。ラーメン。はい、トマトラーメンと人気の、カレーラーメン。ちょっとここには書いてないんですけど、カレーラーメンも人気です。はい、それでは入ってみたいと思います。一番人気は、馬国トマト温玉ラーメン温玉ご飯セット。あ、これが1位なんですね。2位は太郎ちゃんラーメンご飯セット。3位はラーメン焼き豚丼セット。あ、4位はあさり特選醤油ラーメンミニチャーシュー丼セットで、ラーメンの1位は太郎ちゃんラーメン、2位が馬国トマト温玉ラーメンですね。もうお伺いしてよろしいですか。トマトラーメン、はい、ここといえばやっぱトマトですよね。これトマトカレー、トマトですね。そうですね、トマトカレー、はい、俺もトマトしようかな。トマトカレー、トマトカレー、はい、はい、ネギトッピングしよう、はい、トマトカレーにしようかな。やめとけ、あんたはトマトやね。やめとけって言われてるでしょ。ほんなら何にするって、なんで聞いたんや。セットにする。あんたこれ、馬国トマト温玉ラーメンと温玉ご飯セット。なんでご飯ご飯セットしたの。じゃあそれでお願いします。こっちにして、こっちにして。何、太郎ちゃんラーメンとご飯セット。定番ですよね、太郎ちゃんも。太郎ちゃんも定番です。ほんならもう太郎ちゃんにしますわ。セットですか。これ白ご飯、白ご飯ついてんだよ。構えんわ。太郎ちゃん、いやいや構えんけどやん。はい、生ビール餃子セット。生ビール餃子セット。すごい食わせる。すごいじゃん。やばい。若手芸人やん。餃子は無料。ラーメンいっぱい。餃子は無料みたいですね。オープンから21時まで。どうにか仕込み。そうです。はい、餃子さんで胡椒ですね。あ、お箸あります。タバスコ一味。ラー油とかがありますね。キムチは食べ放題です。大好きです。はい、なんとキムチが食べ放題ですね。ルートからまあまあ取りたいの、取りたいの、取りたいの、なるべく面白いです。面白いです。多分2人もいたら間違いない。おー、トマトラーメン来た。おー、すげー。ネギトッピング、すごい。お願いします。うわ、すげー。太郎ちゃんといえばトマトラーメン。おー、すげー、トマト来た。はい、きっとまた来た。トマト、おお、トマトラーメン。おお、すごいこのラーメン。まいちゃん、どう、トマト。もう分からん、もう分からんで。編集長、トマトどうですか。うまいですね。うまいですよね。うまいです。これもうまいです。さあ、ちょっと人相から。うちの会社で来ました、太郎ちゃんラーメンご飯セット来ましたね。え、もうめっちゃ嬉しい。マジですか。飯食ったもん多いです。うーん、かんそうだよね。金のもんうまい。なんか、チャーシューがすごいとか、自分が一言で言うと、それは無理だったら無理だな。すっごい太い。それが、友達に逆に言うから、見るよ。ほうけいほど、勘弁してくれ。ちょっと甘みのチャーシュー。できれば、ご飯ちゃんのことなんていうのいやいや、チャーシューはまた一言から。合います。でも、よう言わんすけど、その海苔をご飯に入れまして、正直なんですよ、巻いて食べます。いただきます。吉田さんって入社何年ぐらいだったの。今63年です。あ、海苔とご飯同級生にありますけどね。合います。まあまあ、自分とも実際明日からこうへんの。ここでちょっとピリッと七味を入れてみたいと思います。僕も早いからね。あれが正義です。うまい。七味入れるのもおすすめです。まあ、よく走った。はい。ほんま、ちょっと簡単なちっちゃい電気で。ご飯を入れて、いろいろ考えて。ちょっと、ほぼ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 、はい、このカレーでラーメンをいただいたんで、こっちのご飯にこう入れて、はい、これに入れて食べます。
俺13でしたよ。だから高1のはずない。10歳違いでした。高1はしてる。うまみ、2月までですか。俺3月、3月だから本当の13日です。本当の一緒ですね。そうですね、同じ年なんです。やっとノリが分かった。最初できなくて。いやでした、できてました。大丈夫です、大丈夫です。あとはちなみに給料いくらなんですか。俺た言わねえよ。俺たこの前回答じゃない。もうご飯完食してしまいました。はい、ということで、姫路でも話題の神戸、太郎ちゃんラーメン、トマトラーメンとかね、カレーラーメンが美味しいんです。今日は太郎ちゃんラーメンにしましたけど、カレーラーメンをいただいてご飯に乗せて食べました。チャーシューが極太で美味しい。それも特徴のうちの一つです。それでは皆さんもまた行ってみてはいかがでしょうか。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。はいはい、どう、太郎ちゃんラーメン美味しかった。美味しかった。美人にも好評です。